東京人白倉栄一と申します。バリアフリー対応の情報は利用可能時間帯が大事という話をさせていただきます。一般の人にはなかなか気がつかないことがあるんです。ただね、施設を利用したりすると、これね、利用時間帯って結構ね、気をつけなくちゃいけないです。それもしかも情報も何にもなかったりするんですね。それをね、今回ね、押さえていくと。それ、例えば、そう、なぜこの話をするかというと、実際にまあ、例えばお店を経営してますとか、例えばあと、友人をうちに呼びますとかね、車椅子の友人を呼びますとか言った時に、多少こういうことを知ってれば、情報が分かっていれば、その人たちをお迎えすることができるっていう部分でお話をさせていただこうというふうに思っています。じゃん。車椅子利用者の訪問とか来店があるのなら、やっぱり押さえておきたいところっていうのがあるんですね。例えば自分のお店にトイレがない、駐車場がない、どうしよう。でも、なんとかね、マンパワーであればお店に入ることができるっていうことだったらどうしますか？その時に、さらにじゃあそうした時に周りに例えば公共の施設にトイレがあるから近くのトイレ行けばいいとか、例えば駐車場ここだったら車椅子の人でも止められるよねって言ったら、もっともっと広がると思うんですよ。集客できる可能性だってあるかもしれないです。ただね、押さえておかなくちゃいけないのはこの時間帯なんですよね。時間帯を押さえておくっていうことがどうしても必要になってくるんですね。それなぜかっていうと、そのやっぱりね、24時間営業でも車椅子利用者は対象外だったりするんですよ。じゃん。車椅子で夜動くっていうのが結構イメージされてないんですよ。車椅子利用者の人は夜、例えばね、例えば居酒屋かなんかで、僕とかも結構あちこち出かけるので、居酒屋行って10時ぐらいまで行って、それから帰るとかね、11時ぐらいになることだってあると思うんですよ。でもね、そういうことがね、予測されてないんですよ。いないもんだと。イメージがないんですよ。だから、言われたりすることが、なんでこんなに遅くまでいるんですかって、なんでこんなに遅くまでいるんですかって、すごい失礼だと思うんですけど、でもそういったことね、平気で言う人もいるわけですよ。だからそういうことで、逆にエレベーターのセンサーにより、利用不可能とかしちゃうんです。車椅子利用者がもういないから、あ、じゃあ10時にはもう完全エレベーターのセンサーを使えないようにしようかなっていう風なところもあったりする。そういうところでやっぱり行き止まりになっちゃったりすることもあるんですよね。結局エレベーター使えて、じゃあ2階から1階に降りようかなと思ったら、もうエレベーターが止まってますとかね。そういったことってあるんですよ。だから完全にね、封鎖されてしまうんですね。それって結構きついもんですよ。じゃん。やっぱりノウハウとして考えた場合っていうのは、この駐車場とか、特に立体駐車場とか、特に立体ですね、怖いのはね。平面だったらなんとかなるかもしれないですけど、立体だと大体エレベーターを上がったりとか、地下駐車場エレベーター下がるというふうになると、やっぱりエレベーターがありますよね。そのエレベーターの稼働時間まできちんと押さえておかないと危険になる可能性がある。それとあとトイレの情報ですね。中には公共のトイレとかだと、これ4時閉鎖があるんですよ。これ結構困っちゃいますよ。もしね、管理する側、自分がその駐車場とか管理する側だったら、先ほど言ったように、必ず救済措置を取っといた方がいいと思うんですよ。うん、例えば私が勤めてたイオンとかでも、立体駐車場は営業時間まあ11時まで行ってても、9時に閉鎖しますとかいうケースもあるんですよ。じゃあその時に、9時で閉鎖した場合に、もう9時になったから、あ、立体駐車場行けませんよってなっちゃうと、やっぱりこれお客様のクレームになります、間違いなく。その時にどうやって対処するのかっていうところまできちんと決めておく必要がある。コストの問題があるのでね、もちろん当然全部開けておけばいいとか、もちろん防犯の問題もあるので、そういったことを考えたら、まあ閉めちゃっても、必ず救済措置ね、抜け道を作ると。それどうしてもしょうがない場合には、例えばバックルームのエレベーターを稼働させるとか、それでダメだったらマンパワー人の力でなんとか、例えば車椅子ごと持ち上げて上に行くとかね、なんかそういった方法って多分あると思うんですよ。そういったことまできちんと配慮をしておく必要があると思う。それがお客様をお迎えするっていう体制になるというふうに思います。じゃんっていきますと、まあ、とにかくね、近隣の情報を押さえておく必要があるかなっていうふうに思うんですよ。例えば自分のところに、例えばお店に来るお客様いたとしたらとか、あと自分のところに車椅子の友人がいらっしゃるよっていう風になった場合には、必ずね、とにかくね、近隣の情報を押さえておくっていうことが一番大事だと思います。これがやっぱり役に立つと思うんですよ。自分のところになくても他のところにあるんだったら、それもいいことだと思うんですね。それも十分に使えばいいんではないかという風に思います。
じゃん。もし時点にね、トイレがなくて駐車場がなくても今お話しした部分で利用可能なんです。これ他の店にはないサービスなんです。意外とこういったところができるかどうかってことが、ここのバリアフリー対応っていう部分になるということを皆さんお伝えしたかったってことが今回のテーマになります。情報をきちんと掴んでおいて、そこには利用時可能時間帯っていうところも大事だっていう部分まできちんとお伝えしたかったってことが今回のテーマという形をさせていただきました。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。